よし、みんな聞け。今日の相手セネガルは高い身体能力を生かしたスピードのチームだ。足の速いフォワードがディフェンスの裏に走り、ミッドフィルダーのサンゴールがそこにロングボールを送る。これがセネガルの攻撃の基本の型だ。彼らと単純に競争するのは不利だから、ディフェンダーはオフサイドトラップを仕掛けていこう。ゴールキーパーは空いたスペースのカバーをしっかりと頼む。そしてセネガルはヘディングも多用してくる。高さ勝負にも力を入れた方が良さそうだ。おう！一方守備だが、オランダ戦とイタリア戦で見た通り増えてとしている。総合的に見てスピードでは彼らが上だが、テクニックや連携はこちらが上だ。自信を持って戦ってほしい。いいな。はい。向こうは2連敗してもう予選敗退が決まってるんだろ。俺たちはそのイタリアとオランダに勝ってるんだし、まあ余裕で勝てるんじゃねえの。そうだ、今の俺たちに油断していい相手なんて一つもない。一瞬の気の緩みで全てを失うなんてのはサッカーじゃよくあることだぜ。みんな聞いてくれ。どうした翼。俺たちはすでに決勝トーナメント行きを決めている。だからこの試合はそれほど重要じゃないって思ってる選手もいると思う。だけど俺たちの目標は世界一だ。決勝トーナメントに行けばもっと厳しい戦いが待っているに違いない。その前に気を緩めるのはいいことじゃない。そうだ、一度気を緩めると力が抜けてしまって、それを取り戻すのは思っているよりも難しい。だからこの試合も全力で戦って、そして勝つ。みんな勢いをつけて決勝トーナメントに行くぞ。おう。俺たちにとっては今日が最終戦か。ごめん、僕がもっとみんなの良さを引き出せていれば。何言ってるんだ。お前は何も悪くない。悪いのはあんな単純な戦術しか組まない監督さ。あんなので世界で勝てるわけないんだよ。そうだろ、サンゴール。うん、僕もそう思うんだけど。よし、みんな揃ってるな。今日の相手は日本。ここまで2試合勝って勢いに乗っているチームだ。だが身体能力はそれほどでもない。つまり我々とは相性のいい相手だ。今日こそセネガルのスピードサッカーの威力を世界に見せつけてやれ。返事はどうした。はい。サンゴール、うちの選手たちが世界的に優れているところはどこだ。それは足の速さとジャンプ力です。ならばサンゴール、身体能力はみんなより劣るが、チームナンバーワンのテクニシャンとしてお前が果たすべき役目は何だ。チームメイトの良さを引き出して試合を作ることです。そうだ、だからこそ私はこの戦術を組んだのだ。でも何か文句があるのか。いえ。ないとでも思ってるのかよ、チャーロ。サンゴール、キャプテンとしてみんなに気合を入れてやれ。はい。みんな今日が最後の試合になるけれど、最後まで僕たちらしく戦おう。そうだ、それでいいんだ。それじゃあ私は先にベンチに上がっているからな。
3ゴール、なんで言い返さないんだよ。本当にお前は気が弱いんだから。でも監督が言う通り、みんなは本当にすごいから。だから僕がみんなの良さを引き出せれば間違いなく勝てるんだよ。だからみんなで頑張ろう。3ゴール。今日は予選リーグ3回戦、日本対セネガルの一戦が行われます。全日本はイタリア、オランダに連勝し、すでに予選リーグ突破を決めています。一方のセネガルは2連敗し、予選リーグ敗退が決定しております。置かれたチーム状況が誠に対照的なチーム同士のこの一戦、日本が3連勝し勢いを増して決勝トーナメントに挑むのか、それともセネガルが意地を見せるのか。まもなくキックオフの時間です。君がキャプテンだね。今日はよろしく。うん、よろしくお願いします。今日は勉強させてもらいます。勉強なんてそんな、お互い力を出し切っていい試合をしよう。3ゴール。お前の本当の凄さはサッカーを始めた頃からずっと一緒にやってきた俺たちが一番よく知ってる。お前のテクニックは世界の誰にも負けやしない。俺たちが必ずお前を輝かせるからな。キックオフです。はあ、3連勝目指して行くぞみんな。うん、今日も勝つよ。負けっぱなしで帰れるかよ。フェアリー行くぜ。3ゴール。アーメット、うん、頼むよ。パスを受けた。やっぱりダメだ。お箱のヒールリフトだ。ここから一気に攻め込みたいところ。セバサ君得意のヒールリフトで抜いた。ムベンツがボールを狙うも届かない。シュートまで持ち込めるか。まるで妖精のようにシュート。まさにニューヒーロー。よし、これで期待にたがわぬ活躍です。セバサ君激しいタックル。お箱のヒールリフトだ。力を上げて強烈なシュート。あっと弾き飛ばされた。と止めた。パントキック、どこまで運べるか。パスを受けた。翼くん激しいタックル。いけ。美咲くんダイレクトでパス。見たか、フェイント。ムベングくんボールを奪うことができません。このタックルは不発に終わります。全日本相手にボールを譲りません。立ち下がる。キレラ君全てキスマスを放った。真正面からシュートを受け止めた。これは見事にキャッチ。これだ。が決まった。こうだ。飛行士の華麗な技だ。次々にかわしていく。素早くここに倒す。飛行士の華麗な技だ。パス、これは通るか。逆サイドにボールを振る。
ヒューガ君、ナイスロック。ここでタイガーショットだ。あと、これを弾いた。ソウ君、これをトラップ。いや。マッキー君、激しいタック。大丈夫。これぞ気功師のプレーだ。蝶のように舞う。ミヤギ君、体を反転させかわした。気功師の華麗な技だ。あっという間に前半も終了。このチャンスを待っていた。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。真っ黒からシュートを受け止めた。あと、これを弾いた。パスを打った。チャージが決まった。ドリブルで突破。何、飛行士の華麗な技だ。サール君、ボールを奪うことができません。フェアリーシュート。真っ黒からシュートを受け止めた。キーパーごと押し込んだ。勝利はいただく。決めました。それ、ジャロ君、ここからチャンスを作れるか。カードとぶつかっていった。マサ君、ここはパスを出した。よし、フェイントだ。絶対に勝つ。フェイント。立ち下がる。ここからシュートで吹き飛ぶ。このタックルは不発に終わります。ボールはまだ生きている。ここは抜かせません。もらったぞ。かわして振り切った。見切った。これはごぼう抜きだ。そうだ、予想をすり抜けた。軽やかなステップから必殺シュートだ。フェアリーシュート。予想で鋭く反応。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。サンゴール君、ロングパスを受けます。そら、ミスル君、センターラインを越えて攻め込む。これぞ気功師のプレーだ。それ、ショウ君、ボールを奪うことができません。このクロスはどうか。この選択をものにできるか。正面から抑えに行く。まだまだ決める。ここで止めた。得意のヒールリフトで抜いた。翼君、渾身のシュートだ。アーロス君、このシュートに反応している。パスを受けた。そら、翼君、激しいタックル。こうだ、かわして振り切った。これはごぼう抜きだ。よし、横にかわして突破。パントキックで大きく蹴り出した。さあ、前半アディショナルタイム突入。それ、できればいい流れで前半を終えたいところ。どうだ、フェイントだ。ミッキー君、蝶のように舞う。これぞ気功師のプレーだ。これしかない。後ろに下がった。そのゴールもらった。そして豪快なボレーシュートだ。ボールはまだ生きている。みんな、前半はよくやった。後半もこの調子で頑張ってくれ。はい。スピードが特徴っていうからどれほどのものかと思ってたけど、今のところはなんとかなってるな。それだけわしらも世界のスピードに慣れてきたってことたい。翼、ちょっといいか。何？前半サンゴールと勝負した時の感想を聞かせてほしいんだ。うん、そうだな。セネガルの他の選手とは違って力強いって感じはしなかったかな。その代わりボールさばきはすごいよ。なんていうか、言葉にしづらいんだけど、もっとできるんじゃないかなって気はした。そうか、ありがとう。今のところセネガルはシンプルなサッカーをしているから、こっちの対処も難しくないけど、あのサンゴールという選手、あいつのテクニックはセネガルの中で優れているってレベルじゃない。もしあいつがもっと積極的に自分と味方を使うようになったら、
状況は一変するかもしれないぞ。みんな何をやっているんだ。身体能力では圧倒的にこちらが優位なんだぞ。それを引き出すのが3ゴール、お前の役目だろうが。すみません。おい、いい加減にしろよ。なんだ。自分の戦術のまずさを選手に押し付けるな。今何と言った。何度でも言ってやるさ。あんたのサッカーじゃ勝てないんだよ。ちょっとジャロ止めるな。今日という今日は言わせてもらう。監督、俺たちはあんたのやり方にうんざりしてるんだよ。自分の思い込みで自分のやりたいことばっかり押し付けやがって。なんだと。俺たちは他のことだってできる。俺たちにだってやりたいサッカーがあるんだ。何を言っている。テクニックが未熟なお前たちに他のサッカーなど。そう思うのはあんたが俺たちを何にも見てないからさ。そうだろみんな。そうです、ジャロの言う通りです。俺たちをバカにしないでください。お前たち。どうせこの試合が最後なんだ。後半は好きにやらせてもらうぜ。3ゴール、後半はお前の考えで俺たちを使うんだ。え？これまでは俺たちの動きにお前が合わせてきた。今度は逆だ。お前の動きに俺たちが合わせる。お前のテクニックと戦術眼ならもっと俺たちをうまく使えるはずだぜ。そうさ、ミニゲームでいつもやってるあれをやればいいんだ。でも俺たちはちっちゃい頃から一緒にサッカーしてきた。だからお前の力は俺たちが一番よく知ってる。お前は俺たちとは違う。だから自信を持て。お前は絶対にすごいんだ。最後くらい俺たちの力をみんなに見せてやろうぜ。ジャロ、分かったよ。みんなが僕を信じてくれるなら僕も頑張ってみるよ。3ゴール、よしみんな、後半はいつも通り行くぞ。俺たちのキャプテンはすごいってことを世界に見せつけてやろうぜ。みんな僕の周りを囲んで、パスの選択肢を増やしてほしいんだ。翼、僕のヒールリフトで抜いた。これを見ろ、ここからシュートに持っていく。ドライブシュートだ。横に飛んだ。ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。ペッ、ゴール、ここは抜かせません。モラトフェイント、フェイントだ。かこのタックルは不発に終わります。レオタイガーショット、ボールはまだ生きている。さあボール見たが体ごとぶつかっていった。先頭に合わせる。これはフォローしているぞ。あー、弾きます。全日本、これは高さを変えてきたようです。ここは抜かせません。三杉くん、センタリングに合わせる。このチャンスを待って、後ろに下がった反動を利用してチャンス、必ず決めてみせ。これはボレーシュートだ。あっと、必死にゴールを守った。ここはパスを出した。水木君、バカ蝶のように舞う。ゴール前に持ち込んだ。そこ、このタックルは不発に終わります。全日本、この猛攻を得点につなげたい。よし、蝶のように舞う。
これしかない。まさにフィールド。そのゴールもらった。空中でボールを蹴る。まさに必殺。出るからには足は引っ張れない。やっぱり僕の力じゃダメなのかな。3ゴール、もっと速くて厳しいパスは出せるか。え、それはできるはできるけど、でもそんなに走り続けたらみんなの体力が持たないよ。俺たちのことは気にするな。疲れくらい気合で何とかしてやる。なあみんな。うん。3ゴール、お前の 100% を出してみろ。俺たちも本気の本気を見せてやる。うん、わかった。じゃあ試合再開と同時に行くよ。ああ、行くよみんな。ああ、このまま走らせます。そのスピードは、くそ、こいつら速すぎる。落ち着け、とにかくボールを奪うぞ。セネガル、お前たちのキャプテンのためにチーム一丸となる姿、まるで富良野中を見るようだぜ。だが、だからこそ富良野中、そして日本代表の一丸を知る俺が負けるわけにはいかない。行くぞみんな。これは松山君、猛ダッシュでドリブルを開始した。みんなカウンターだ、戻って。うっそ、こいつら戻りも早い。大丈夫だ、セネガルの足よりもボールは速い。翼、ヒューガ、行くぞ。全力でパス回しだ。松山君、それ翼、これは速い。低空のワシがフィールドの上を飛んでいく。翼くんトラップ。しかしセネガルディフェンスが壁を作る。ヒューガくん、翼くんうまい。ドライブ回転をかけたパスがセネガルの壁を飛び越えていく。ボールはヒューガくんへ。ここでヒューガくんのシュートが火を吹くか。打たせるか。しかし戻りが早いセネガル、ヒューガ君の前に迫る。ヒューガ、こっちに起こせ。そうだ、よし。ヒューガ君、体の向きを変え、シュートと変わらぬ勢いのパスだ。何見せてやるぜ、俺のサッカーの切れ味を。させるかよ。ソーダ君の前にジャロ君が迫っているぞ。俺のカミソリを舐めるな。もらった。何、ソーダ君の蹴ったボールは鋭いカーブを描いてジャロ君の前をかすめ去る。頼むぜ松山。ソーダ君のパスの先に松山くんが走り込んでいるぞ。決める。この日のために俺は俺を磨いてきたんだ。僕が防ぐんだ。サンゴールくんもボールに向かっている。さあどっちが早い。負けるか。負けない。松山くんのシュート、豪快にセネガルネットを揺らした。日本、超高速のパス回しで俊足のセネガルを振り回し、最後にパスの起点となった松山くんが決めました。ナイス判断、松山くん。プレマッチ期間の時からこういう展開があるかもって考えてたからな。けど俺が思った以上にハマってくれたぜ。それにしてもヒューガよ、シュートじゃないんだからもうちょっと加減しろよ。
まだトラップした足がしびれてるぜ。ふん、俺は不器用なんでな。これからも全力でパスするから覚悟しとけ。マジかよ。ごめん、僕が最後彼を止めていれば。それを言うなら俺たちだってあいつらのパスが止められなかったんだ。これはもうチーム全員の責任だ。そういうことだから気にしなくていいって。サンゴール、それより早く始めようぜ。まだ試合は終わってないんだ。うん、そうだね。それ、ゲルト君、タックルを決めた。なめるな、フェイント。お、勝つためだ。後半15分が経過しました。ここからラストスパートをかけてくるか。パスを出します。マサオさん、パスを出す。ムベ全日本、これは戦い方を変えてきたようです。ファイ君、センターラインを越えて攻め込む。シュートを放った。若林君、ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。ここはこれはキャッチできない。松山君、ワンタッチで受ける。素早くつなぎます。これは一騎打ちだ。空高くで火花を散らす。これはどちらが勝つのか。 C 君、ボールを蹴り出した。若林君、ボールはまだ生きている。セッカ君、シュートだ。それ、マサオ君、パスを回す。パスを出します。いけ、このパスは通らない。サール君、ここはパスを出した。いけ、サンゴール君、センターラインを越えて攻め込む。セッケ君、一発のシュートを放った。あっと、これを弾いた。弾きます。セッケ君、シュートを放った。空高くで火花を散らす。マサオ君、この対決をものにした。ヒューガさん、おら、ジャロ君、ここからチャンスを作れるか。サンゴール君、どんなプレッシュートを放った。若林君、ボールはまだ生きている。セッケ君、ゴールを狙う。あっと、これを弾いた。セッケ君、ゴールを狙う。若林君、これはキャッチできない。空中での激突だ。あっと、これは相打ち。セッケ君、渾身のセーブ。止めた。まさに死守、若林源三。全日本、相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。あっと、よし、ドリブルを見送る。よし、かわして振り切った。止められる。横をすり抜けた。ここからチャンスを作れるか。軽やかなフェアリーシュート、一発シュートだ。このシュートにジャンプで反応。サール君、どうだ。ボールを持った。激しいタックル、かわして振り切った。パントキックで大きく、まさに圧勝。ゴールラッシュで力の差を見せつけました。
めん、みんな。僕のこと信じて頑張ってくれたのに勝てなかったよ。いいんだ、試合結果なんか気にするな。チョロ、どうせ俺たちは予選敗退は決まってたんだ。そこでやりたくないサッカーやって勝っても何の意味もないさ。それより後半のお前は最高だったな。日本の選手も面食らってたぜ。そうかな。でも僕のテクニックも少しは世界で通じるんだね。それは自信になったかも。何言ってるんだ、テクニックだけじゃないだろ。俺たちのスピードを生かす指示と正確なパスワーク、それができるのも3ゴール、世界中でお前だけだぜ。ああ、ジャロの言う通りだ。俺たちがこんなすごいサッカーができたのは3ゴールがいたからさ。今日の試合を見た世界中の人がそれを分かったと思うぜ。そんな。今日の後半のサッカーができれば俺たちは世界で戦っていける。その司令塔はお前しかいない。これからも頼むぜ3ゴール。みんなありがとう。僕これからも頑張るよ。みんなの力になってみんなと一緒に戦っていく。だからよろしくね。ああ、一緒に世界と勝負しようぜ。私は間違っていた。私は選手の能力を決めつけ、その思い込みを押し付けていただけだったんだ。自分がやりたいことを選手にやらせるのではなく、もっともっと選手を見て指導をしなくてはいけなかったんだ。後半の君たちのサッカー素晴らしかったよ。セネガルサッカーの歴史は彼らが新たに作っていくに違いない。君たちの今後を楽しみにしているよ。やったな、翼、3連勝だぜ。うん、どうしたんだよ。勝つには勝ったけど、後半は随分彼らに押されてしまった。ああ、あいつらの気迫すごかったな。チーム一丸ってやつだ。手強いなんてもんじゃなかったぜ。セネガルの選手たちはキャプテンの3ゴールを信じてそのためにまとまっているように見えたな。うん、チームメイトたちが彼を押し上げて、彼もチームメイトたちの期待に応えようとしてた。サッカーに一番大事なのはパワーでもテクニックでもスピードでもない。選手一人一人がチームみんなのために、チームみんなが選手一人一人のために一生懸命プレーすることなんだ。当たり前のことだけど、それを改めて教わったよ。初心忘るべからずだね。翼くん、今日はいい試合をありがとう。こちらこそ、すごくいい勉強をさせてもらったよ。あれ、お互い試合前と言ってることが逆だね。本当だ。それじゃ、決勝トーナメント頑張ってね。応援してるから。ありがとう。さあ、予選リーグ A 組の最終戦、イタリア対オランダの一戦が間もなく始まります。勝ち点3同士の対戦ですが、得失点差の関係でオランダは引き分けでも予選リーグ突破、一方イタリアは勝利が絶対条件になります。状況的にはオランダ有利ですが、果たしてどうなりますでしょうか。俺たちのサッカーは攻撃が信条だ。引き分け狙いなどというつまらないサッカーはしない。完璧に勝ちに行くぞ。おう。相手は絶対に攻撃的に来る。つまり俺たちとは噛み合わせのいい相手だ。勝機は必ずある。この一戦に力を出し切るぞ。おう。
ルチアーノ。分かってるから邪魔すんな。集中してるんだ。すまん。オランダ痛恨の反則。これは PK だ。ここまで耐え続けたイタリアの初めてのカウンターアタック。ルチアーノ君のドリブルにオランダディフェンダーがたまらずエリア内で足を引っ掛けてしまいました。 PK を蹴るのはコンティ君です。決まりました。イタリア先制。これで守りの堅いイタリアが試合の主導権を握ることになるでしょう。おいルチアーノ、なんで俺に PK 譲ったんだよ。はあ？見せ場をやったのに文句言う気かよ。さてはお前 PK 苦手だな。うっせえ。オランダついに同点に追いついた。素早いパス回しでディフェンダーの隙を突き、一瞬フリーになったクライフォード君がシュート。ヘルナンデス君も反応しましたが、黄金の右腕がわずかに及びませんでした。やったなクライフォード。まだだ、まだ同点だ。残り時間もう1点取りに行くぞ。みんな、まだ終わりじゃない。最後まで諦めるな。耐え続ければチャンスは必ずある。おう！さあオランダ、またもチャンス。ボールを持ったカイザー君がサイドライン際を駆け上がる。レンセン。カイザー君、逆サイドのレンセンブリンク君にパス。クリスマン。レンセンブリンク君、中央のクリスマン君に折り返す。イタリアディフェンスが左右に振られている。今だ、クライフォート。あっと、クリスマン君がダイレクトでスルーパス。イタリアディフェンスラインの裏に走り込むクライフォート君に通った。これでキーパーと1対1だ。クライフォートは必ず俺の右を狙ってくる。同点にされたのは俺の責任だ。だから今回は絶対に止める。この腕が壊れようと絶対に止めるんだ。お前の右腕、俺がもらった。クライフォート君、至近距離からシュートだ。イタリアを、俺の黄金の右腕をなめるな。何？取った！ヘルナンデス君、この土壇場でスーパー
いや、ミラクルセーブだ。ゴールを確信していたオランダの選手たちが驚きの表情で立ち尽くしている。今だ、ヘルナンデス君、素早いリスタートだ。そしてボールはフィールド中央で待っていたルチアーノ君に通った。イタリア、これが最後のカウンターアタックだ。ようやく来たか、待ってたぜ。しまった、戻れ。ただ一人攻め上がるルチアーノ君、その前にオランダのディフェンダー3人が立ちはだかる。ここは倒産。てめえらみたいな雑魚に今の俺からボールが取れるかよ。なめるな。これはルチアーノ君、なんと華麗なリフティングテクニック。オランダディフェンダー3人に囲まれながらなおボールを渡さずにリフティングを続けている。まるで踊っているようだ。このバカにしやがって。てめえらしつこいんだよ。いいぞディック、そのまま時間を稼げ。その間に俺が戻る。ルチアーノ君が前に行けない間にクライフォード君が猛スピードでゴール前に戻ってきた。不本意だが引き分けで逃げ切るしかない。そのためにもボールを奪う。さあルチアーノ君の背後にクライフォード君が迫る。あっと、クライフォード君に気づいたルチアーノ君、動揺したかボールを蹴り損なった。大きく跳ねたボールが宙に弧を描く。これでイタリア万事休す。いや違う、ここに走り込んでくる選手がいる。これはゴール前で守備をしていた長身フォワードタルデリ君だ。しまった、そういうことだったのか。俺たちが時間を稼いでいたんじゃない、あいつの方が味方が上がってくるまでの時間を稼いでいたんだ。オランダ選手は全員ルチアーノ君に意識がいっている。タルデリ君、完全なフリーかな。くれ、強烈なヘディングシュートだ。決まった、イタリア土壇場で勝ち越しゴール。ルチアーノ君のスーパープレーからタルデリ君の起死回生の一撃がオランダゴールに突き刺さった。まさかの事態に崩れ落ちるオランダイレブン。その中で呆然と胸を張るルチアーノ君、最後のプレーはまさにファンタジスタだ。見たか、これが俺たちのイタリアのサッカーだ。試合終了。イタリア対オランダの白熱の一戦はイタリアが劇的な勝利。決勝トーナメントへ駒を進めました。その立役者になったルチアーノ君、イタリアのイレブンにもみくちゃにされています。やったな、やったな、ルチアーノ。俺に抱きつくの、ジノのところに行け、ジノのところに。ルチアーノ、やったな。ジノ、お前までかよ。ルチアーノ、今日の勝利は君のおかげだ。どうってことねえよ。右手ぶらつかせてどうしたんだよ、怪我でもしたのか。クライフォートの最後のシュートでやられた。多分指が 2,3 本折れたかな。痛えんならさっさと病院行けよ。あとでね、今はさ、みんなと喜びたいんだ。勝手にしろ。なんだ、もう戻るのか。何度も言わせるな、慣れ合うつもりはねえんだよ。じゃあせめてハイタッチくらいしよう。そういうのは嫌いなんだよ。じゃあな、早く病院行けよ。
悔しいか、クライフォート。ええ。監督。なんだ？俺たちは、強くなれますか？道はある。それにはまず、厳しい練習で、技と体を徹底的に磨かねばならない。同時に、無数の戦術を頭に叩き込み、実践を重ねて応用を学ぶ必要もある。そうして経験を積み、連動を高め、チームで意識を共有する。それが完成したとき、オランダサッカーの真髄、個人と組織が一体化した最強のチームになる。それが、トータルフットボール。そうだ。だが道は長く険しい。才能豊かな君たちをもってしても届かないかもしれない。それでもやるかね。はい。わかった。ならば我々も力を尽くそう。クライフォート、君にその覚悟があれば必ずたどり着ける。オランダサッカーの未来は今ここから始まるのだ。改めてみんな、予選リーグ全勝での突破よくやったぞ。正直に言って、君たちがここまでやるとは私の予測を超えていたよ。予選が始まる前は3連敗したらバカンスに行こうと考えていたんだが。ああ、それはひどいぜ監督。もちろん冗談だ。しかし君たちは本当に強くなった。アメリカとドイツのプレマッチの時はまともに試合ができるかどうかも不安だったのにな。それもこれもみんながチームを強くするために頑張ってるからですよ。相手の動きにもついていけるようになったし、一試合ごとに連携も深まってる。俺たちはまだまだ強くなれるぜ。確かに強くはなってるが、上には上がいることを忘れるなよ。もちろん、言われなくても分かってるさ。あ、なんだ？片桐君。今、アメリカ対フランスが終わりましたよ。どっちが勝ったんですか？フランスだ。圧勝だったよ。そうですか。じゃあフランスはあのブレイクとかアズワンとかを蹴散らしたのかよ。やっぱり強いんですね。それがブレイクとアズワンは試合に出ていなかったんだ。え？ま、両チームとも予選突破は決めているから休ませたのかもしれない。一方フランスはフルメンバーで臨んできたからな。控え中心のアメリカではちょっと勝負にならなかったよ。フランスには国際大会をアメリカに奪われたという意識があるだろうから、それも仕方ないな。そうか、そういう理由があるんだったら、そりゃフランスも意地になるよな。負けても構わん試合があるというのは理屈ではわかるが、あまり好かんたい。ああ、やっぱりサッカーは勝ちに行かないとな。そうだ。特に我々のようなチャレンジャーは一戦一戦に力を尽くすことが大事だ。予選リーグももちろん真剣勝負だったが、決勝トーナメントは今まで以上に気合の入った強敵たちと戦うことになる。みんな、予選突破の喜びはここまでだ。ここから新たに気を引き締めていくぞ。はい。なあ、もうすぐ新しいゴールキーパーが合流するらしいぜ。俺も聞いた。あの幻のゴールキーパーなんだって？いやー、足のリハビリマジできついです。もうほんとやめたい。そんなこと言いながら毎日熱心だよな。そりゃそうですよ。マジでやらなきゃサッカーに失礼ですもん。サッカーは裏切りたくないんで。
シュナイダーさんは？シュナイダーなら最新のマシンを試したいとか言ってトレーニングルームに行ったぜ。なら今がチャンスか。カルツさん、実は聞きたいことがあるんですけど。おう、なんだ？カルツさんってシュナイダーさんの幼馴染なんですよね。そうだが、それがどうかしたか？ああ、いえね。それならシュナイダーさんのお父さんが今何やってるか知ってるかなって。シュナイダーの親父さんなら家を出てどこかの港で働いてるみたいだぜ。港で？シュナイダーは何も言わねえけど、家族でいろいろあったみたいでな。カルツ、それってシュミットとのことが関係してるのか？ま、そんなとこだ。シュミットって誰だっけ？ハンブルクのトップチームの選手だよ。ああ、そういや一時期ずいぶん名前聞いたな。前にハンブルクが低迷してた時、監督が体調崩しちまってな。それで親父さんが代行になったんだ。で、そん時親父さんはチームの主力だったシュミットをスタメンから外した。二人は前から仲が悪くてね。そのせいでシュミットはチームを出てくのなんのって騒ぎ出しやがったんだ。でもシーズン結果だけ言えば失敗だった。親父さんが代行の間、チームの成績は低迷しっぱなし。それで監督が戻ると親父さんはクビにされちまった。しかも試合に出始めたシュミットの活躍でチームは3位まで躍進。親父さんはすっかり悪者にされたんだ。親父さんかなり精神的に参ったみたいで、そのあたりからシュナイダーの家族はうまくいかなくなったみたいだった。シュナイダーも親父さんのことでやじられたりしてたしな。辛かったと思うぜ。そうなんだ。でも今のシュミットって別にすごくないよな。それはそうさ。わずかなプレーパターンを勢いだけで繰り返す選手だったんだ。相手チームに動きが読まれるようになれば簡単に止まりますね。それにシーズン中にスタミナ切れ起こして動きが極端に悪くなりやがって。親父さんシュミットにその辺のことを散々言ってたんだけどね。それじゃあさ、結局はシュナイダーのお父さんが正しかったってことじゃないか？ま、そういうことだ。そっか、それでシュナイダーさんはお父さんのために。それ！翼、もう一丁！あ！最初の頃に比べればだいぶ勢いのあるボールが蹴れるようになったじゃないか。うん、かなり足腰が鍛えられた気がするよ。でもこれだけじゃダメだ。まだ何かが欠けている。よし、俺も。それ！ヒューガ君はやっぱりすごいな。俺じゃそんなに勢いのあるボールは蹴れないよ。脚力はもちろんだが、重いボールを蹴るにはコツもあるのさ。この重いボールは闇雲に蹴ってもダメなんだ。強い足腰と全力のキック力がぶつけられるフォームが必要なんだ。全力が出せるフォームか。それ！お、やるじゃないか。どうした、翼？これだ、これだよ、ヒューガ君。何か掴んだみたいだな。なら、あとは練習するだけだな。頑張れよ、翼！ありがとう、ヒューガ君。今日で予選リーグも終了か。はい。我々の他に勝ち残ったのはイタリア、フランス、アメリカ、ブラジル、アルゼンチン、ドイツ、ウルグアイです。どのグループも順当な結果だな。しかし今日のブラジル対アルゼンチンは驚きました。
アルゼンチンがディアスを使わないとは。両国のライバル関係を思えばメンツにかけてぶつかり合うと思っていたのですが。それだけアルゼンチンも本気で優勝を狙っているのだろう。決勝まであと3試合、エースのディアスをフル活用するため1試合の休養を与える。そして予選を2位で通過することで次戦組みしやすい我々と当たる。そういうことだろう。やはり我々は舐められているのですね。だがそれならそれで構わん。相手が油断しているならそれに乗じるまでだ。はい、翼を中心に選手たちは本当に強くなってきました。今の彼らは十分に世界に通用します。若者の成長とはすごいものだな。毎日本当に驚かされるよ。その彼らの成長に指導者の我々が置いていかれてはなるまい。はい、早速次に当たるアルゼンチンの分析に入りましょう。あと少しでつかめそうなのに、何が足りないんだ。翼くん、どうしてここに。僕もちょっとドリブルの練習してたんだけどね、小次郎から翼くんのことを聞いてさ、気になって様子を見に来たんだ。だいぶ苦労してるみたいだね。うん、もうちょっとで全部が噛み合いそうなんだけど、うまくいかなくて。まったく水臭いぜ。そんな大変なら俺たちに言ってくれりゃいいのに。でもこれは俺の技術の問題だからさ。どうしてって、それはやっぱり勝ちたいからかな。俺たちの目標は世界一だから、俺も頑張って成長しないと。なあ翼、昔の話だけどさ、俺と翼とロベルトが初めて会った日、ロベルトが俺たちにオーバーヘッドキックを見せてくれただろう。ん、そうだったね。それで翼はすぐに練習し始めて、結局日が暮れるまでやって、それでできるようになったんだよな。そうなんだ。その時からもう翼くんは翼くんだったんだね。あのオーバーヘッドすごくかっこよくて、あれができたら楽しいだろうなって思って。ああ、あの時の翼は本当に楽しそうだったけど、今の翼は楽しそうじゃないぜ。え？うん、僕もそう思う。今の翼くんは楽しむことより勝つことの方に集中してるように見えるんだ。もちろんそれが悪いってわけじゃないけど、なんだか翼くんらしくないなって。そうか、そうだったんだ。チームが勝つために、世界一になるために、そしてプロになるために、最近の俺はそんなことばかり考えてた。それで自分の一番大事なものを見失っていたんだ。翼くん、大好きなサッカーを楽しむ、それが俺の原点。よーし、やってやるぞ。ふう、俺のドライブシュート、アメリカの空に羽ばたけ。おお、
やはりただ者ではなかった。すごいぞ。頑張ってくれ。やあ、ちょっとだけ輝いてるね。ちょっとだけ。よし。頑張れよ。ちょっといいか。はあ、それ。よう。やあ、うん、頑張ってくれ。やあ、頑張れよ。なあ、なあ、ふん、なあ、ふん。よし。そら、くそ、いや、うん。いや、うん、おい、よし。ハハハ。